バイアスシンドバッドでーすはい、前回ダメダメ状態からなんとか攻める気になれるあのマシンに仕上がったっていうことから、今回はまだちょっとねフロントのブレーキングで論理的に物理的じゃなくね論理的に底付きしてるんじゃないかっていうことを想定してオイルの油面をマイナス10ミリしてきました。さあ果たしてその修正が吉と出るか凶と出るか、さあ今回もではいきますよ、エレガントによろしくお願いします。はい、いきなりですいません。それでは今回もエレガントに Yes, my master. はい、今回は横浜銀杯じゃなくてちょっとダースベイダーさんに登場してもらいましたはい、ということで今回は前回まあまあ攻める気になった、マシンのセット出たところから、でもまだね、フルブレーキすると、特に1部屋なんですけどもね、縦にね跳ねちゃうっていうのも、フロントが跳ねてしまうっていうのもあるんで、それの修正を目論んでちょっとだけ変更してきました。その対策した内容というのは、フロントフォークの油面を10ミリ下げてきました。理由としては先ほど冒頭でもお伝えした通り、ブレーキングで論理的に底付きフロントがしてると仮定したんですね。つまりまだ物理的にはストロークすることが沈み込むことができるっていう状態にあるんだけども、その前に注射器に空気を入れてグーって圧縮すると潰れますよね。それもまさにバネのようにフワンフワンってなるじゃないですか。あれでグーってある程度押し込むと、もうそれ以上押し込めない状態になるじゃないですか。フロントフォークの中でそういう状態がきっと生まれてるんだろうと仮定しました。なのでその分油面を下げることによって空気が入ってる量を増やすことによって、もうちょっとその潰れるっていうことを可能にするということを実施してみました。それとそれ以上に大切なこと、前回の動画でもお伝えした通り、最終コーナーのフロントのチャッターはマシンのせいではなく路面、あと自分の根性のなさということに決めつけ、もう今日は最終コーナーは進入も出口の開けもビシッと決めるつもりでいきます。それではシンドバッドちゃんの走りをちょっと見てみてください。よろしく。すぎだからクリップ手前になりすぎ、自分で言うのもなんですけど1部屋うますぎですねアジアの切り返しの軽さのフィーリングは変わらずです。嬉しいです。
まだまだまだですね。でもいい傾向ですね。という感じで結構セッティングこれでいいかなっていう感じね、今掴んでます。この時点でこのセットで11月のツーリストトロフィー臨もうかななんてね思ってます。この時点では。
は致命的っちゃ致命的なんですけども、今編集していてこの動画見てると本当ブレーキ早すぎですね。ダメダメ。おっとイエロー振動ですね。アジアあたりで転倒者いるようですね。あーって、あお、これビビったんですよ。チップさんと同じようななんかつなぎだぞこれ。チップさんこけるってこと多分おそらくないと思うけどなと思いながらね、今ねちょっとねこの時ねちょっとね心配してます。まあ前に上げた動画でももう言ってるんですけども、もう次回11月1日に筑波練習走行行くんですけども、その時はもうタイム出そうなんてひっちゃきにガリガリに走ることをしないで楽しく走る。16歳の頃に本当オートバイに乗れることが楽しくて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 ね仕方なかった、あの頃の気分でサーキットを走るっていうことをトライしようと思っております。1エアのポストでイエロー振動、マジか。ダンロップの手前までまた転倒者出てんの、マジか。お、見えねえぞ。振動バットこれでねよく観察したんですよ。チップさんじゃないだろうなっつってね、そしたらねチップさんじゃ情けだったんでね、これでね一安心してまた頑張り始めます。まあ先ほどのラップもこのラップもラップタイマーが動いてなかったんで再スタートかけたばっかりなんで、まあ計測は次のフィニッシュライン通過してからなんでね、まあどんなタイムが出るでしょうかね。頑張ってんのに15秒。ダメダメっすね。またまたラップタイマー、はい、ある意味働き続けてくれてますね。なんかね前々回はね動かなかったし
とね、なんかどうなのこれ、ちょっとこれ配線のコネクタのところまた作り直すかな、接触だと思うんだよな。てかこの方なんかマシンすごい速い、多分パワーあんのか、それを使い切ってないんですかね。なんかすっごい不安定な走り方してるんですよね。マシンは明らかにバカッパヤなんですよね。少なくともこのマシンなんかよりはね。でもずーっと触れてなかったんですけども、最終コーナー頑張るって頑張ってるんですけども、これ動画見て気がつきましたけど、本当全然進入最終コーナーのアプローチが全然ダメですね。なんか斜めにスーッと、ブレーキングするときにマシン立てたまま入っていきたいよ、二次旋回入るまではみたいな、そんなイメージになっちゃってるんですよね。それじゃダメなんですよ、僕の場合。最終コーナーは先ほどのラップタイムは止まらなかったと思ったらね、第2セクターの開始のところでね止まったみたいでね、これで第2セクターのところで今度計測があって13秒8っていうのがねなんとか出たんですけどもね。はい、これね、8時45分になったら残り15分10分かでマシン取っ換えっこしましょうってねチップさんと約束してたんでね、お約束の時間となったので今からピットインして、チップさんとマシンを取り替えっこします。はい、約束の7番ピットでチップさんもすでに待っててくれてましたね。どうもすいません、遅くなりました。ここはチャンスとばかりやりますよ、例のやつ。はい、やってますね。はい、そしてかましますよ、冗談じゃないよ。はい、ただいまお見苦しい画像が流れたことを心からお詫び申し上げます。どうもサーセンでした。はい、ということでここからは僕が乗ってるわけじゃないです、僕のマシンにチップさんが乗ってる画像になります。さあどんな違いがあるか皆様とくとご覧くだされ。静止フトちょっとミスっちゃいました。最終コーナーはやっぱり速度が高いだけあってね、なんかすっごく手探りしてますよっていう感が出てましたね。
ですよね。もう手探りの仕方が最終コーナーさっきとは全く本当違いますもんね。最終コーナーもすごいよな。もう2ラップして大体どういうマシンかっていうのが分かっちゃうんですね。ラップタイマー動いてないけど、だからこの3ラップ目と4ラップ目っていうのはもう12秒台出してますからね、チップさん。今の一部屋、エレガントという言葉しか思いつかないと言ってる間に、アジアもダンロップも本当、阿川泰子よりエレガントですね。なぜ阿川泰子？昭和だからです。1ラップ目、2ラップ目とはほんと別人が乗ってるみたいですよね、最終コーナーね。お見事。ですね、本当に綺麗、スムーズ、無駄がない、もう本当にエレガントだよな。こうやって乗るもんなんだろうなバイクってな。本当に俺ガサツすぎ、本当見習わないと。
いやいや、ほんといいもの見せていただきました。ほんと勉強になるわ。はい、ということで皆様どうでしたでしょうか。ジップさん、ライドオン、バイアスシンドバットマシン、カミカミで、シンドバットもジップさんのマシン乗ってそこそこ15秒とかね、流してるつもりでちょっとラインをトレースする感じでちょっと攻めてみようかなっていう風に思う程度だったんですけどもね、それでも15秒フラグ出てる。自分のマシンでガンガンにやっても15秒しか出ないって本当にどういうことなんでしょうね。バイクって面白いですね。ということで C1 走行はここら辺で、終わらせていただきます。はい、シンドバッド&ジップさんのダブルス的なこの走行いかがでしたか。ではC2 の方の動画もこれから編集してアップしますので、そちらのご視聴もぜひよろしくお願いします。あ、そうそうね、チップさんが乗っても分かったと思うんですけども、自分でシンドバッドのやつ乗車でもね、セッティングはこれでツーリストトロフィー挑もうと思っております。ああ、なんとかなりました。めでたしめでたし。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。あざした。